コンガコンガとは、樽型の銅の上面つらにヘッドが貼ってある打楽器の名称。キューバで、トゥンバドーラと呼ばれる楽器のこと。本校で詳述する、蒸気楽器の特定の光景のものを示す用語。元来キューバの民族楽器であったが、1940年代、アルセニオ・ロドリゲスのヒットナンバーやソンによって広く知られるようになった。コンガの樽型の銅の内部は空洞であり、 銅自体の素材は木製、繊維強化プラスチック製のものが存在する。また、コンガは光景によって故障が異なり、光景が小さいものから順にレキンとキンとコンガ、トゥンバドーラなどと称されている。一般に光景が小さいものほど高温にチューニングされる。軽量化、低コスト化のために、一般的なドラムと同じように上から、下まで光景が一定の銅を持ち、ラグではなく、 スネアドラムやタムのようなテンションを使ったモデルもあり、主にマーチングバンドで利用される。この楽器は世界的にコンガの名称で親しまれているが、コンガという名称は本来はキューバのカーニバル音楽、コンパイルサで用いられるリズムを指すものであり、当のキューバではこの楽器をトゥンバドーラーと呼称する。この楽器がコンガの名称で知られるようになったのは、勘違いによるものという説が有力とされる。 コンガという言葉単体では、キントやコンガなどの上位概念を示すものなのか、特定のサイズを示す、位概念なのか判別できない。同様のことも、キューバでの故障であるトゥンバドーラでも言える。そのため、これらの用語は、非常に文脈に依存する言葉である。スティックを用いず、直接素手でヘッドを叩く双法が、一般的、主な奏法を以下に列挙する。 これらの双方のうちヒールとトゥは主にリズムキープに使用される。多くの場合異なる音程にチューニングされた複数のコンガを並べ、その中で中高音にチューニングされたものをメインに演奏する。1940年代頃までは一人で一本のコンガを演奏するスタイルが通常であったが、カルロス・パタートバルですが2本以上のコンガを一人で 演奏するスタイルを確立し広めたと言われている。ラテン音楽では、コンガ奏者のことを、コンデ礼ロと呼ぶ。ありがとうございます。